戦局はどうでしょう、日本は勝てるでしょうかと私にもこっそりと尋ねてくるものがおります。私の答えははっきりしている。あなた次第だ。今はもう北沢楽天の政治風刺漫画華やかなりし頃とは時代が逆なんですよ。時事漫画読んでますよ。協力してくれますね。検閲官もここです。北沢楽天です。自分の信じるものを作る人が私は好きだわ。ことは国際問題に発展しかねないんだよ。風刺とは何だと思います。たくさん書いてきましたね何なんですか急に。万歳万歳。あなたはその場その場で売れるものを書いて飯の種にしてきただけでしょう。なりますせ今後は僕が時事新報で発表する絵は全てこの漫画という名称を用いたいんです。いろいろありがとう。でも私は私のやりたいものがありますので。兄ちゃんだ。私の絵は金儲けの器用な絵でしょうか。漫画ねえ。